なんてやつだ。恥かいちまったぜ。Mako White. Okay. What?
Thank you.
夜明けだ。キリュウは立花を渡さねえって腹です。堂島の親父につなげ。親父、阿波野です。例の件ですが、やっぱり桐生は始末します。やつは立花おりませんでした。堂島組に義理書いたけじめはきっちりつけさせます。ええ、では構いませんよね、クゼの兄貴。わざわざ俺に聞く必要もねえだろう。この一件はお前の仕切りだ。俺は兵隊として働くだけだ。そう言わんでくださいよ兄貴。俺はきっちり筋道通してやってるつもりですよ。それについて風間組にもご理解いただけますよね、柏木さん。どういう意味でしょう。元はといや桐生は風間の頭が拾ってきたわけです。堂島組でそのガキ始末すんのに、風間組には特にこの事務所ごと振るってもらわなきゃ筋が通らねえ。違いますか。いえ、
おっしゃる通りです。だったらそろそろ始めましょうや。そうだな。お前ら、キリを探し出してここに連れてこい。やつは簡単にはぶち殺さない。生け捕りにして俺の前に出した。へい。
おい、人を集めてこい。キリュウを見つけたってな。へい。町中逃げ場はねえってわけか。おい、分かってんな、キリュウ。抵抗したって無駄だ。おっつけ、ここは道島組でごった返す。逃げりゃしねえぞ。こっちは一人だ。遠慮する気はねえ。好きに暴れさせてもらうぜ。そうまでして死にたかねえか。みっともねえ。裏切り者が身の程わきまえろや。
無駄だ。一分で来いって。えいや、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 えいここまでだ。
30秒だな。了解。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
おい町中おいこっちそうまでして死にたかねえかみっともねえ裏切り者が身の程わきまえろやWe'll be right back.
らないぞ。30秒だな。了解。
ヤクザに追われてるんでしょ？あんた。そんな風に街歩き回ってたらまたすぐ見つかっちゃうよ。あんたさえよかったらちょっとうちの店に寄ってかない？何？うちの店ちょっと作りが特殊でさ、裏から下水道に降りていけるの。誰にも見られずにこの辺りから離れられる。なんで俺を助ける？あんたを追いかけてるのが堂島組だから。いつも偉そうにしてさ。そいつら好きなやつなんてこの町にはいないよ。それに若いいい男がヤクザに消されるなんてもったいないし。まあ他に当てがあるならいいけど。わかった、頼む。じゃあこっち来て。もたもたしてると奴らに見つかっちゃうよ。確かにあんたの店は変わってる。こんなとこに出れんのか。店の前のオーナーが堅気じゃなかったみたいね。何に怯えてたか知らないけど、こんな抜け道用意してさ。匂いは我慢して。この先はどこまでつながってる？劇場広場の方につながってるみたい。わざわざ確かめたことはないの。でもどこかしら上に上がれる場所があるんだと思う。でなきゃ抜け道に使えないものね。今頃堂島組はうちの店の周りに集まってきてるだろうから、この道使ってうまくやればどこかに逃げ込めるんじゃない？ああ、助かった、ありがとう。いつか街を自由に歩けるようになったら今度は客として来る。ごめんね。多分そんな日は来ない。あんたが仕向けたのか。
お前に一ついいことを教えといてやる。極道ってのはな、ボクシングとは違え、喧嘩に負けたやつが敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けらんなかったやつが負けるんだよ。ああ、そうだろうが。極道の世界に KO はねえ。俺はな、キリュウ、指の一本や二本なくそうが、阿波野や渋沢に頭取られようが、そんなことは構えしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。だからよ、てめえみたいな半端もんが一番許せねえんだよ。死ねよ、バカや。待てこれ、後悔するぞ。今俺をここで殺せなかったらな。
さっきあんたが言った通り、俺は極道を張り続けなかった半端もんだ。風間のおやっさんはきっとそれを見抜いてたから、俺が極道になることを許さなかった。なあ、本物の極道ってのは多分あんたみたいな男なんだろう。それでも俺は半端もんなりの意地最後まで貫かせてもらう。あんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな、キリア、やっぱクエナギはしくじったな。何をしてるんだあんた。見りゃわかんだろ、踊ってんだよ。ああ、指輪なんで電話してくれなかったんだよ。夜通しおめえからの電話待ってたんだぜ。何つまらなそうにしてんだ。おめえもこっち来て一緒に踊ろうぜ、キリア。何を言ってるんだ。あんた俺を殺そうとしてんじゃなかったのか。用がねえなら行かせてもらう。あんたのお遊びに付き合うつもりはない。まあ待て、キリア。俺はおめえに感謝してんだよ。感謝。風間の頭にクゼの兄貴、俺にとっちゃ目の上の炭鉱だった二人を追い落とすきっかけを作ってくれた。ほんとおめえは俺にとって福の神だ。俺はな、キリ、おめえを心の底から助けてやりたいと思ってる。どうせここでだってもうおめえに逃げ場はねえ。話ぐらい聞いてったらどうだ。話ってのは何なんだ。いやよ、ついこの前おめえがクゼの兄貴と揉めた後ぐらいによ、ゴルフ行ってきてな。甲州カントリークラブ、すげえいいコースだったよ。何の話だ。おめえは知らねえかもしれねえが、ゴルフ場ってのは飯がうめえ。コース回った後のカレーとサウナ、あれ覚えちまったら世の中の他の遊びがバカらしくなるぐらいだ。
世間話を聞くつもりはねえ。早く本題を言ったらどうだ。やっぱりおめえさんは青いな。世の中関係ねえと思えるようなことが実は重要なことだったりするもんなのによ。まあいい、そのゴルフの帰り寄ってきたよ、おめえと錦山の実家に。まさか風間の頭が面倒を見てるって話だったから、さぞかし豪華なとこだと思ってたが、あれは犬小屋だな。ひまわりだったか、初老の園長さん。お元気だったよ。お前ひまわり何したんだ。まあ落ち着けって、何もしてねえよ。風間の頭の関係者だっつって100万ぽっち小遣いやったら涙流して喜んでたよ。いい人だな、あの園長。阿波のお前おめえ自分のせいで何の罪もねえあの園長さんを悲しませるような真似したくねえだろ。くどんま、そういうことだ。今おめえが生き延びたところで逃げ場所はどこにもねえんだよ。おめえの友人関係から住んでるアパート、行きつけのラーメン屋から育った場所まで全部調べやついたらまあ悪く思うな。昔から道島組には役割があってな。組の鋭角のは風間組、喧嘩番長久世健能会、面倒な事務方は渋沢組、そして俺は。障害、つまり脅し担当なんだよ。義龍、俺はクゼとは違う。極道としての生き方なんざどうでもいいと思ってる。いい飯食っていいもん身につけていい車でぶっ飛ばす、たまには女もつまみ食いしながらな。俺にとっちゃ極道なんて職業はそういった人生を楽しむための手段に過ぎねえ。こっちに来いや、キリュウ。今あの不動産屋田島なお、俺によりゃおめえは勝ち組、一生楽しく暮らせる。そして売らなきゃ惨めに死んじまうだけだ。あの犬小屋から錦山と一緒に必死に這い出たばっかりなんだろ。うん、人生無駄にする必要はねえな。脅しってのはそれだけか。おめえ、てめえ話にならねえよ。おめえもこの女と同じになるぜ。この店の前に100人はくだらねえで堂島組のもんが銃持って待ち構えてる。これでも俺は仕事に抜かりねえんだな。さあどうする、キリュウ。表に出て蜂の巣になるか、それとも俺と楽しい夢一緒に追いかけるか。答えはおめえに決めさせてやる。さあどうする。決まってんだろう、俺は行く。
あんたは揺さぶりをかけたつもりかもしれねえが、死ぬか生きるかは大した問題じゃねえ。何言ってんだてめえ。あんたが楽しいかどうかで物事を決めるのと同じ、俺は好きか嫌いかで決めるだけだ。俺が行く理由はただ一つ、あんたと組むのが死ぬほど嫌だってことだ。キリュってね。なら撃たれる方がまだマシだ。
カニヤ、私も通用しねえってことかい。キリュウ、錦、早く乗れ。組の門に見られたらまずい。だが、いいから。頭下げて隠れてろ。阿波野に張り付いてりゃおめえが見つかると思ってた。ついてたよ。錦、分かってんのか。俺に関わるとお前もやべえ。うるせえ。これがお前を助けてやれる最後だ。町中どこ行っても組の連中が張ってる。とにかく今はカムロ町を出るしかねえぞ。どこに向かう気だ。とりあえず都内を出る。それでもまだ気は抜けねえが、時間は稼げるだろう。着いたぞ、キリュウ。うん、ニシキ、ここはどうなんだ。さあな、適当に車走らせてきただけだ。やるか。ああ、まだ借りっぱなしだった。やるよ。もう返せなんて言わねえ。そうか。よく味わって据えよ、兄弟。そいつがお前の最後の一服だ。何の真似だ。悪ふざけにしちゃう。たちが悪すぎねえか。なあ兄弟、いい加減にしろって。うるせえ。もうこうするしかねえんだよ。なんでこうなっちまったんだろうな。どっから歯車がずれた。組の命令ってことなのか、錦。そんなんじゃねえ。うん。キリュウ、お前、組の制裁で殺される人間がどういう目に遭うか知ってるか。堂島組ってとこは見せしめの死体を作る天才だぜ。人間がどの程度痛めつければ死ぬのかよく知ってる。それをとことん死なねえように殺すんだ。生かしたまんま、できるだけ長く苦しむようにだ。生きたまま解剖されるような拷問されて、散々痛めつけられた挙句、そして後になって見つかった死体はもう人間と呼べるようなもんじゃねえ。俺はな、キリュウ、兄弟としておめえにそんな死に方させられねえよ。
道島組に的にかけられるってのはそういうことなんだ。キリュウ、組織に目つけられて逃げ切ることはできねえ。極道には時効もねえ。お前も分かってるはずだ。こうなっちまった以上、俺も極道としてはもうおしまいだ。風間のおやっさんもな。けどせめて、おめえがひでえ死に方するのだけは避けられる。人思いに知らせてやれる。今俺にできんのはそれくらいしか。すまね兄弟、お前にここまでさせちまったのは俺のせいなんだな。兄弟、頼みがある。俺をここで弾いたら、俺の首を手柄にして、いつか組でてっぺん取ってくれ。約束してくれ。頼んだぜ。なんだよ、こっちみんな見んじゃねえよ。キリュウ、頼むから。情けねえこと言うんじゃねえ。そんなんじゃてっぺん取れねえぞ。どうした、しっかり狙えよ。まだ死んでねえぞ。撃てねえよ。撃てるわけねえよ。やっぱり俺はおめえと一緒じゃなきゃダメだ。極道として、俺なんか今まで生きてこられたのもおめえがそばにいたからだ。俺はおめえが一緒じゃなきゃ何やっても半端な意味がねえんだよ。俺だって同じさ。キリュウ、お互いまだガキだってことだ。つまらねえ火種つけちまって、世話になったおやっさんにも迷惑かけて、それで死んで片付けちまおうなんてよ。極道がどうとか言う前に結局俺は半端なガキでしかねえ。俺だって人思いに死なせてやるなんて言い切ったくせに、マジでダセえよ。だよな。でもいつまでもガキじゃいられねえ。キリア、やっぱり二人で何とかして。錦、今日ここで会ったことは全部忘れろ。俺も忘れる。え？俺は行くぜ。どうするつもりなんだ。カムロ町に戻る。俺にはまだやらなきゃならねえことがあるんだ。ダメだって、キリュウ、おめえ本当に殺されちまうよ。いや、お前にもらった命だ。これでどこまでやれんのか、この目で確かめてやる。キリュウ、錦、まず俺からけじめつけさせてくれ。
お前とはこれまでだ。今日限り兄弟の縁を切らせてもらう。キリュウ、こっから先お前は二度と俺に関わるな。大阪蒼天堀の夜を彩るキャバレーグランドの支配人真島五郎。そのきらびやかな表の顔とは裏腹に、真島の運命は佐川という男の手に握られている。3年前、かつて神室町の極道だった真島は、親の意向に逆らったことで組から存在を抹消されていた。やがて真島は極道へ復帰する条件として佐川からある人間の殺害を命じられる。真島の標的となったその人物の名は牧村誠。しかし彼女を狙う極道たちの突然の出現により、真島は思いがけず誠への殺意を失ってしまう。それは仕事を命じられた殺し屋にとって許されるはずもない行為だった。ここは？ええから入れ。ちょっと。座れ。ここって倉庫や。古いソファやらそこら中積まれとる。うろうろしたら怪我すんで。あの、何があったんです？なんで私がこんな。そりゃこっちのセリフや。ヤクザ連中が名指しでお前狙おうとる。心当たりないわけないやろ。そんなこと言われても。牧村誠という名前はテレクラの女どもによう知られとる。そいつはコウモリの入れ墨の男を探しとるらしい。その牧村誠はお前なんか、それとも名前語っとった店長の方か？それは。お前なんか、まあ、せやったらそれがヤクザに追われとる理由か？知りません。私は何も。あなたは誰なんですか？あ、俺か。
しょうもない男や。え？人一人殺すこともできん。最低の。最低の何？殺し屋や。嘘。牧村誠を殺せとだけ言われたんや。相手が目の見えん女とは知らされんかった。けどお前を狙ってたのは俺だけやなかった。お前一体何者なんや。コウモリの入れ墨いうのは何や。なんでそいつを探っとった。いや、リーさんは、リーさんに会わせて。あの店長はお前さらいに来てヤクザに撃たれた。撃たれた。でもさっきはすぐ会えるって。安心せえ。あの男何者か分からんが、撃たれる時ちゃんと急所外しとった。あの出血ならしな。本当に用が済んだらあの男に会わしたる。けどその前に知ってることを洗いざらい話してもらうで。牧村誠。私を殺しに来たんなら、なんで助けたの？なんで殺さないの？お前は殺されたいんか？どの道、お前生かしとることがバレたら、お前も俺も俺の雇い主に消される。え？せやけど、なんでお前が狙われとるかが分かれば、少しはやりようがあるかもしれん。コウモリの入れ墨言うのは何や。なんでその男を探しとる。それはそいつがヤクザ雇ってお前を狙ったかもしれんのや。今さら隠してもしゃあないで。コウモリの入れ墨の話ならリーさんが知ってる。あ？リーさんに聞いてください。そうすれば分かりますから。本当やろな。その話もっと早い言えや。え？いくら急所外しとっても銃で撃たれたんや。出血多量で死んでしまうかもしれんやろ。あなた、さっき大丈夫って。嘘も方便ちやつや。ええか、死にたなかったらこっから出るんやない。絶対やぞ。はい。礼の一つくらい言うてったらどうや。山形、朝早くにすまんかったな。オデッセイでもほとんど使わん物置や。あんなんであんたに菓子作れんなら安いもんやで。けど女閉じ込めるために部屋貸せなんて、あんたもええ趣味してんな。女のことは他言無用や。大胆な男やな。そんなもんライバル店の支配人に頼むことかいな。俺がこの秘密触れ回るとは思わんのか。このことがある筋に知れたら俺はこの町におれんようになる。もしそうなったらあんた困るやろ。ああ？グランドとオデッセイっちゅう店が張り合うてこその争点ぼりや。どっちかの店だけになれば町自体の客足どんだけ減るやろな。野球と一緒や。一強だけのリーグ戦で客は呼べ。
オデッセイだけで試合は盛り上がるんだよ。なるほど、さすがは夜の帝王ちゅうわけかい。わかった、あんたの秘密の趣味は俺の胸にしまっとくわ。せやけど貸しは貸しや、忘れんといてや。ああせや、真島藩。ああ、んたキャバクラにはいかがりますか。キャバクラ、ああ最近増えてきとるらしいの。グランドやオデッセイみたいなキャバレーとは少しちゃうらしいが。せや、キャバレーのように時間制のお会計で高級クラブ並みの接待を受けられるっちゅうんでキャバクラ言うようになったんや。まだ行ったことないが、それが。ほな一度行ってみたらええ。蒼天堀の夜の帝王がキャバクラ知らんやなんてよそに知れたら笑われます。そんなええもんなんか。ええ、これからは間違いなくキャバクラの時代や。男も女も必ずキャバクラに流れる。キャバレーはもってあと数年ってとこやな。そこまで言うんやったらあんたもキャバクラやったらええやないか。台所来るし言うてもそんくらいの金あるやろ。もうやったわ、けどあかんかった。何やと。ま、いっぺん見てきたらええ。あんたにもすぐにわかるはずや。キャバクラを制す者は夜の街を制する。その言葉の意味にな。チート喋りすぎましたわ。ほな、
気に入らへんな。邪魔よ。いらっしゃいませ。
何しに来た？黙っとったら何も分かるんで。私関係ない。リさんの着替え取りに来ただけ。リの着替え？ほなお前ここの店長の居所知っとるのか？リはどこにおる？無事なんか？リさん。なんや、おっさん医者か？この辺りの中国人。そんな病院どこや？いや、でも俺はリーの味方や。先生、あんたここにおった誠という女知っとるか？誠？俺は、はい、わかったよ。私の病院小福町西にあるジャンバラヤってジャンソー。私いつもそこで患者見てる。ジャンソーで病院？も、いや、しばらく寝とれ。
行く金が欲しかった。堪忍や。なあと。おお。金貸せ。すんません。勘弁してください。そんな冷たいこと言うなや。やろ。
ああ、そろそろ来ると思っとったで。案外遅かったやないか。何やと？そない怖い顔すんなや。あんた、俺が来ることお見通しやったっちゅんか。まあ、想定の範囲内やな。わしをただのハリシと思わん方がええで。ゴッドハンドやさかいな。ああ、あかんあかん。そんなん通るわけないやろが。そのとん、当たりや。うわ、そりゃないよ、リーさん。お前、下手すぎや。もうええ。そこの新顔と変われ。あんたもええやろ。せっかくこないなところまで来たんや。わしは一度な、殺し屋っちゅう人種と麻雀打ってみたかったんや。怪我人にしちゃ元気そうにしとるやねが。アホ抜かすな。死ぬほど痛いわ。腕が動かへん。あんたと変わってやりたいわ。あんた、あの女がどないなったか聞かんのか。誠が死んどったらわしを探す理由なんてあらへん。生きとんのやろ。お前、まだいっぺんも人殺したことないな。顔見りゃわかるんやで。一線越えんで踏ん張っとるっちゅうとこや。人殺せん男がなんで殺し屋なんかやっとるんやな。あ、顔を見ただけで何がわかるっちゅうねん。ホンドラみたいなアマちゃんが生きったところで誰もビビらんで。わしにはわかるんや、なんでも。それロンや、悪いな。マコトは怪我しとらんのやろな。なあ、女は無事や、安心せ。そうか。そしたらあれか、お前がここ来たんは自分が生き残る策を探ろうっちゅうことか。下手打った殺し屋が雇い主に殺されんようにな。言うとくけどな、俺はまだあの女殺さんと決めたわけやない。俺以外にもあの女狙ってた連中がおったな。あんたの体に銃で穴開けたヤクザどもや。それがどないした。やつらはなんであの女狙うとる。そんなもんお前の雇い主に聞けや。そいつも誠狙っとんのやろ。女が狙われとんのはお前らがコウモリの入れ墨嗅ぎ回ってるせいなんとちゃうか。さあどうやろな。リーさん大丈夫だったか。応援かき集めてきたよ。そいつリーさん狙ってる。なかなか楽しかったで。まだ話は終わっとらん。俺が敵か味方もわからんやろが。それでもやるんか。敵か味方かわからんのやったら殺した方がマシや。それがこの町の中国人の流儀やで。聞く耳持たんちゅうわけかい。お前ら遠慮は選んでぶちかましたれ。Yeah.
なるほど。出来損ないの殺し屋っちゅうわけでもないか。ちいと甘く見とったわ。あんたらの島を荒らす気はない。あの女がなんで狙われとるか知りたいだけや。誠の狙われる理由がコウモリの入れ墨の男や言うんやったら多分関係ないで。なんでそないに言い切れる。誠から何も聞いとらんねやな。あの女がお前に聞け言うたんや。あの子は自分の口から言いたないだけや。どういうことや。あの子はな、コウモリの入れ墨の男のせいで目が見えんようになったんや。何？誠は2年くらい前初めて大阪に出てきた。身寄りも行くあてもないただの18歳の女の子でな、住み込みのホステスやったりいろんな職を転々としとったらしい。せやけどそれは蒼天堀の裏社会にとっては格好の餌食やった。格好の餌食。せや、あの子が逃げられん。そいつは何の目的でそないなこと。金や。金に決まっとるやろ。コウモリの入れ墨の男は誠。そっ、ただ火も刺さんような暗がりで、あの子が自分の目で最後に見たんがそのろくでなしの腕にあるコウモリの入れ墨や。結託す悪い話や。そんな誠をわしが拾ったんがつい半年くらい前や。あんたらはその復讐のためにコウモリの入れ墨を探し回っとるっちゅうわけか。誠は自分と同じ目に遭うやつを他に作りたないんやと。なんやったらわしが。けどこれで分かったやろ。言うてもコウモリの入れ墨は街で自分の顔さらしておん。そいつが今誠の狙われとる理由とは思えん。チンピラに雇われてないん。あの女は小福町通りの春ビルの中におる。オデッセイいう店が倉庫に借り取る場所や。お前わしに誠返してもうてええんが。誠のこと殺さんで雇い主とどないなしつけんねん。殺されんでいい。それに一つだ。せやけどそれは劇薬地味だて。あん俺の曲。せやで、どの道このままやったら俺はしまいや。やるかやらんか聞いとるんや。どうなんや。いや、わしには何目だ。ほんのみだ。マジ。
ボコボコにしたるで。もう殴らんといて、反省してんね。おとなしくしとったか。李さんはどうでした？無事や。あいつは一発二発撃たれたとこで死ぬ弾やないな。ピンピンしとった。そっか、よかった。でもそれじゃあの話も全部聞いたの？ああ。長いことえらい目に遭ったんやな、お前。いや、今も似たようなもんか。けどコウモリの入れ墨のことは多分お前が狙われとる理由とちゃう。リーもそう言うとった。そう。つらいこと思い出させたな。少しやけど俺もお前に似たとこがあるんや。俺は片っぽだけやが目が。お前に比べたら天国みたいなもんやるけどね。俺には片目残っとった。お前よりだいぶマシや。こんなん言うても慰めになる。あ、そのなんや、かえって余計なこと言うたな。あ、せや、腹減ったんとちゃうかな。ゆうべから何も食うとらんもんな。大丈夫。アホ、大丈夫なわけないやろが。腹減っとるからそんなに落ち込むんや。元気ないときは食うに限るでな。すぐ食うもん買うてきたる。なんか欲しいもんあるか？それならたこ焼き。なんや、やっぱり腹減っとるんやないか。わかった、ちょ待っとけ。ええな。
とそこの。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
正直具合です。うちの店いかがですか？
らっしゃいませ。ありがとうございました。Thank you.